こんにちは、マセンロクンキュンです。今回はミニ四駆超速グランプリの、超速グランプリのシーズン1の2日目結果が出たので見ていきたいかなと思います。今寝ようと思ったんですけど、リタイア1位で、よく見せるぞ。あ、ちなみに1位のやつ見てみましょう。リーチオクラスの消防してみましょう。シーズン1 1位1回4位1回2回で2回最後、ギリギリ見れなかったですね。はい。で、まあ、とりあえず、1位と4位になったと。1位のちょっと見たら。これ、なんつうの、1位取ってください的なやつじゃん。そう、1回必ず、入れるの。とりあえず多分タイム上がったはず。1分36秒891でした。前回6万6000難易度だったので、ちょっと難易度見てみましょう。27,769下がってるか。もうとりあえずいいや。はい。とりあえず、この順やってます。難易度は、3120までになってますね。昇格まで30。D2。A はやるんだっけ？今まで。1位2回、3位1回、4位1回。こんな感じですね。このエントリーだけは。っていうか、もう自動エントリーだからいいんですけど、一応エントリーしておきます。ということで、2日目ですね。ミニ四駆超速グランプリのバーニングサーキット
2日目で、まあ、順位が 87,069 になってますが、タイムは上がってるね。1分18秒517なので、次回、走るとき3日目走るときに、またこのタイムを更新していきたいかなと思います。はい、それでは、超速グランプリの2日目でした。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では、雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。